両チームの今日のメンバーです。ホームの東京ヴェルディゴールキーパー今日は柴崎、最終ラインは深澤、若狭、ドカボニフェイス、福村、中盤に佐藤悠平、石浦、梶川、今日は山下が先発に入りました。花と小池という11人です。アウェーの FC 町田ゼルビアの今日のメンバーです。ゴールキーパーが福井、最終ライン奥山、深津と高橋翔平はフルス対戦です。左には土井、中盤は佐野と高江が真ん中、右に吉尾、左に平戸、前線は中島と長谷川、アーリア、ジャスールです。その間に入っていく選手もヴェルディはいるんですが、佐藤悠平、大外小池、近いところサイドに福村、梶川、中へ行きます。もういいボール、花と引きつけて小池、小池のシュート、でラインは、これで出ます。タッチライン終わりました。いやヴェルディらしさ出ましたよね今、はい、左サイドからだったんですけども、いい崩しでしたね。いい崩しでしたね。まあヴェルディとしてはそこは気をつけなきゃいけないポイントですよね。前線花とを狙いますが、復活潰して平戸、遠目からもこの人は打てます。平戸、うん、左足を抜けてきた、うん、まあ、平戸もちょっと離脱をした時期がありましたが、こうやってまた戻ってきています、うん、強い、うん、うまい、つながって平戸、長谷川が中に行きます、うん、裏を取っていく長谷川、中は今2枚マイナスもあります。中島、山下が前を塞いで土井、間、うん、スルー入った、平戸、高井の折り返し、左足、吉尾海奈が右から入ってきて、でコーナーキックに変わります。まあ、ここからやっぱり人が入れ替わり立ち替わり入ってくるんですよね。まあ、高井が最初外にいたんですけども、そこから中に入ってきて、最終的には3人目、スルーから3人目で受けて逆サイド、吉尾が入ってくる。最後若さね、中に町田ゼルビアの守備陣を中に絞らせてからの外ということ で山下のところ巻いてきましたからね、センターバックとサイドバックの間ですよね、はい、穴とスッと引いて石浦、そこをこの見てますね、はい、梶川から深澤、頭で折り返し、逆サイドからも来た、うわ、よく取りました福井、福村が今入ってきて、最後ゴールキーパー福井はキャッチ、裏のエリアですかね、はい、サイドバックの外、サイドバックとセンターバックの間のところをヴェルディの選手がつけてますよね。奥山、裏のスペースへ太田、奥山もインナーラップ、太田カットイン、太田が来た、太田折り返し、フリーでシュートー、平戸が決めた、いきなり太田が見せましたね、右からの太田の仕掛け、中に待ってたのはキャプテンです平戸大輝、ゼルビア先生、後半開始早々ここの高江の裏へのボールですよね、サイドチェンジではないですけども、裏の太田のスピードを生かしたこのボール、そしてここの突破ですよね、はい、ここの突破からの最後落ち着いて、深澤からちょっと開きました、うん、斜めのランニング山下、引きつけておいて佐藤雄平の前が空いた、ちょっとずつ空いてますね、梶川のシュート、サイドの石浦のところで起点を作って、相手がプレッシャーが来たところに後ろからこう人が湧き出てくるような感じですよね、はい、佐藤雄平が出てくる、その横から梶川が出てくるという、まあ、流れるような攻撃だったんですけどもね、平戸、太田が中寄り、外には奥山、町田の方はこのペースで守備進めたいですよね、はい、LD コートで奥山スルー、ルドゥ落として平戸のシュート、シュートまではやりきっているというゼルビア、まあ、4-4-2 であったり、少し平戸が落ちて佐藤雄平のところを気にしてたという状況ですね、はい、落ち引きつけてミドルシュート、石浦最後シュートまで行きました、いい弾道のシュートでしたけどもね、前に行かせないゼルビア、太田、ここはもう町田行きますよね、はい、試合終了、0-1、勝ったのは FC 町田ゼルビア、東京クラシック今シーズン2度目の対戦、アウェーの FC 町田ゼルビア勝利しています。